こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は税金のルールについてですね、関税、まあよくね、まあいくら以上の商品を送ると関税かかるんでしょうかとかね、まあ関税のそのルールをきっちりしときたいとね、なぜなら、いくらかかるのか計算に入れたいというような形でね、質問されてくることがあります。まあ、ただね、まあ、いくらまでが免税でいくら以上は課税されるのか、ね、それから売上税、ね、オーストラリアの場合 GST どうなると。でこれ一般的実務経験のない人は税金ってね、何か厳密なルールがあってきっちり運営されていると思っている人が多いです。まあ、ただ実際は、まあ、ルールも何もあったもんじゃないと、ね、まあ、トップが交代した、あるいはね、その国の状況が変化した。まあ、法律も改正したと。まあ、いろんな条件によって変わってきます。でね、そしたらじゃあ、どういうふうに見込めばいいのという感じなんですけど、まあ、そんなバカなと思うだろうが、まあ、実際はね、昨日まで合法だったのが突如違法になったりすると。まあ、もちろん逆もありますね。昨日まで違法だったのがもう合法になっちゃったということもあります。まあ、関税で言えば、昨日までかからなかったのがかかるようになったとか、あれ昨日までかかったのに今度かからなくなったのというのはね、しょっちゅうあります、ね、でこれそのまあ良い例というかね、まあそういう話があるんですよというので、まあ関税やね、税金ではないけどライセンスの問題で、まあ、最近ねこのニュースを見て興味深いなというふうに思ったんですけど、まあ、韓国でねインチョン空港のラウンジ、大韓航空とアシアナはね、10年間不法営業してたという記事が出てました。ね、大韓航空とアシアナ航空が、自社旅客機のファーストクラス、ビジネスクラス乗客に限り利用可能なインチョン空港のラウンジで、エコノミークラスの乗客から料金を受けて、軽食や酒を販売するなど不法営業で10年間に数百億ウォンの売り上げを出していたことが明らかになった。飲食店として認可されていないラウンジで事実上飲食店営業をしてきたのだ、ね、摘発って感じですけど、でインチョン空港ね、警察隊は大韓航空とアシアナ航空が少なくとも10年間にわたり不法に営業した声が確認されたと。最近両社の役員を一人ずつ呼んで取り調べ送検したと伝えた、ね、インチョン航空警察隊ってだってインチョン航空にありますからね、インチョン空港にありますからね、10年間ね、気づかなかったわけがないと、ね、ルールが変わったとかルールの運営が変わったんでしょうね。まあこれは普通の行為ですよね。アシアナ航空は1人当たり3万ウォンを受けて、エコノミークラスの乗客がビジネスクラスを利用できるようにし、警察に摘発された。ね。だってよくある話ですよね。ビジネスクラス乗んなくてもお金を払えばラウンジ使える。ね。世界中いろんな空港でこのサービス提供されてます。ね、で韓国もそうだったけど、ね、突如というかなんというか、違法だということになっちゃったと。また提携カードの有料顧客がファーストクラスのラウンジとビジネスクラスのラウンジを利用できるようにしたのも不法だと警察は伝えた。乗客からは料金を受けたいが提携カード会社から別に手数料を受ける構造であるからだ。まあ、これまたよくあるパターンですよね。また警察は両航空会社が PP、ね、プライオリティパス、プライオリティパスカード所持者と各航空会社のマイレージを保有する客を対象にラウンジを利用できるようにした点も不法に該当すると解釈したと、ね、解釈したとかって書いてありますけど、これは比較的分かりやすい、翻訳ですよね。要は解釈が変わったってことですよね。で大韓航空の場合2008年に PP カードと契約し、 PP カードの顧客が搭乗等のラウンジを利用できるようにした。また自社のエコノミークラスの乗客から1人当たり4000マイルのマイレージを受けラウンジを利用させた。航空会社のマイレージは航空券予約のほかホテル、レンタカーの利用に使える事実上の現金であるため不法営業に該当するというのが警察の説明だ。まあ、これまた解釈変わったと。またこれら航空会社は食品衛生許可を受けずに料理人を置いてラウンジで調理し、食品衛生法
違反の疑いもあると、ね、ラウンジで飲食物出してるのは、まあ、分かりきって決まりきったことですけど、会社変わっちゃったと。まあ、こうした問題が最近摘発されたのは、空港内の飲食店と中小有料ラウンジ運営会社が問題を提起したからだ。ね、あれ提起したからっていつも言ってたんでしょうけどね。まあ、会社変わったと。インチョン空港公社の関係者は、一部の航空会社が現金を受けて営業していた、したことで、客を奪われた中小ラウンジ運営会社と飲食店が警察に申告したと聞いていると。ね、まあ、まあ、建前的にはそういうことなんでしょうけど、例えば、ね、航空会社が警察の天下りを受け入れなかった場合にこのようなことが起こると。ね、今まで、ね、毎年、何人受け入れてたのにね、経営厳しいから辞めるとかね、あるいはまあその警察じゃないもっと上部を抑えたからね、警察の枕はもう受けんとか言った場合にね、何をこの野郎ということでこういうのはよく起こりますね。あるいは航空会社よりだったトップがね、空港のトップが交代したとか、またはね、他の事情かもしれませんけど、何しろ彼しろ法律には関係ない、まあ、政治などの大人の事情でルールをどう適用するかコロコロ変わると、ね、だからまあね、まさか大韓航空やアシアナ航空がね、ラウンジの許可をちゃんと取ってないわけはないんですけど、まあ、なんかトラブルがあったか、まあ、なんか、言うこと聞かなかったかで、こういうことになった。まあ、人事異動かもしれませんし、ね。で、これは、航空会社の、今回は、まあ、料金を取って運営しちゃいけないという、空港の利用、あるいはね、食品を、衛生法、食料品を提供するのにどんな免許が必要だという解釈の問題ですけど、まあ、税金なんかもこんな風にね、こんな風にというか、トップが交代したとか、何らかの事情で、まあ、オーストラリアの場合で言ったらね、アマゾンとオーストラリア政府、あるいは州の税関のね、関係で、まあ、その運営はどう変わるか、まだまだ未知数でやってみないと分かんないというところがあります。まあ、そんなためね、ルールはいかようにでも解釈できるようにできていると。これは世界共通。ね、かっちりしたルールであるようでも、まあ、実は解釈によってね、都合のいいように運営できるように大体法律ってのは作られてるんでね、そんなもんの正解を求めたってしょうがないと。ね、不変の正解を求めても、そもそもそんなもんはないです。そんなわけでね、どう運営されるかわからないルール、ね、ルールはこうなってますってのを知っても、運営がどうなるかわかんないんでね、あんまり意味ないですね。だから、まあ、ルールよりも、まあ、会員サポートでね、実践して蓄積した情報をもとにサポートしています。まあ、そんなわけでね、現段階だと、いくらまでだとね、通る、いくら以上だとかかると、関税がですね、それがね、実績少ないんで正直わかりません。で、実績出てきてもね、ある時から急に変わるかもしれないんで、まあ、この点はね、注意深くね、サポートしながらも情報も集めてきますんで、何か変化があってね、これ以上だと変わるようにかかるようになりましたとかね、これを送るとかかりますとかいうのがね、分かりましたら、そういうのは、実践して分かった情報を、サポートニュースレターの方でね、配信したり、あるいは相談した際にフィードバックしますんで、かっちりしたルール求めても無駄だと。なぜなら解釈や運営によって、コロコロ変わるから、一見ルールはこうなってるというのもね、実は覚えてもほとんど意味がないというのをね、分かっていただくと、まあ、税金とかね、法律っていうものの運営がどうなってるかっていうのにね、かなり正解に近づけるかなと思いますんでね、今日はこのインチョン空港の運営ね、まさに解釈ルール変わってね、誰かが何かやらかしたか、まあ、人事異動かなんかそういうことだろうなと思ったんでね、まあ、これは、税金なんかでもよくある話だなということで、シェアさせていただきました。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。